松竹梅特製豪快辛口サワイアンチャンネル。えいっとー、皆さんこんにちは、サワイアンチャンネルです。しゃできんです。始まりました。お兄ちゃん、これはいつだ、いつぶりのデキン企画なんですか、お兄ちゃん。最後何だったっけ。ビツクリドンキー。ビツクリドンキーで半年以上前です。そんな前だ。そんな前です。嘘でしょ。本当に嘘でしょ。だってまだ増量期。そっか、ヤンが食えなくなってからデキンは封印されてたの。そういうことなんです。解禁されたっていうことはもうできるってことだから。しかも解禁された後もなんかいろんな記録系やってたもんね。どんだけ食えるかみたいな。そうそうそう、美味しく食うとか。そう、やっぱデキンを目標にしてなかったけど、やっぱさすがに生ぬるいんじゃないかなっていうことで。まさに今がデキンまっしぐらムーブかませるベストコンディションだから。そういうこと。デキン久しぶりにやってほしいっていう声も多かったんで、はいはい、まあ、今回は、まあ、盲点だったこちら鳥貴族さんでございます。串が足りなくなるよ。鳥なくすよ。鳥なくす。一応今あの夕方16時オープンだけど、はい、もう閉店させるよ。いや、マジ閉めるよ。閉めます。もうあの鳥貴族の鳥なくす、うん、貴族貴族、うん、貴族になります。貴族になる。解明させる店を。そういう今日目標で、目標解明、目標解明までやっていきたいと思いますんで、はい、楽しさも忘れず。そうね、美味しく食べよう。そう、とにかく美味しく、うん、そしてまあユンチョではしっかりバルクも目指して、はい、食べていきますので、早速中に入っていきましょう。しゃー。はい、ということでお兄ちゃん入店完了しました。2時間制らしいよ。2時間で出来になるかどうか。申し訳ない、2時間は、ね、余裕すぎる。戦うが余裕だね。1時間で十分。まずドリンクちょっと飲みます。ドリンク、お兄ちゃんは俺もこれなんか新作のね、水神ソーダよ。水神ソーダね。これお前もこれにしろよ。いや、ユンチョルはもう絶対生なんです。はい、ザお前いつだってどこだって。強調性ないな。てか押せないんだけど、どうやって押せないんだけど、押せないんだけど。ちょっと出来になるから。え、押せなくない？ここだ。ここ、ここ押さなきゃいけないんだよ。いや、そうだよ。それ取りつくだよ。メガ。もうメガいけよ。え、メガ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 。いや、当たり前でした。カレズか。お前もメガにしろ。ああ。ヨーランチャでいいよ。2個にしといたわ。これがサワイアンチームのアルハラでございます。アルハラでございます。焼き鳥行きましょう。串行こう。うわ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 。力こぶってどこ。ここじゃない。二頭筋。まあ、もものことだろ多分。とりあえず全部2、全部2、全部2でもう。え、じゃあレバーレバーレバー。もうレバーも1、とりあえずある串全部頼んじゃおう。やばくないか。あ、ハート行く行く。立つ。一回塩見よう。塩もいっとこうか。それもいっとこうか。あ、待って、ボンジリあるじゃん。ボンジリやめろよ。どういうアクセントでボンジリ。ホタテよりまずいぞ、ボンジリは。手羽先塩。手羽先塩いこう。ささみあるじゃん。やめとこう。うん、ちょっとやめとこう。痩せる。そう。ずりいこう、ずり。あ、やげん軟骨。軟骨系も全部。もうせせいあるじゃん。貴族焼きってのもあるよ。おいおいおい、え、なんかあったぞ。これ強まいじゃないか。強まい。胸はいいや、ねね、痩せる。痩せちゃう。うわ、スパイス。スパイスちょっと行ってみよう。今串何本頼んだ。すごいよ、いいってさ。大丈夫。いや、ヤンがいるから。僕がいる。安心株がいっぱいいるから。これなんですよ、兄ちゃん。いや、もうやっぱあるんだよ。知ってるよ、これ。これなんですよ。これ、まあ、一回1でいいや。1いっとこ、1。一旦ね。鶏木の唐揚げ。唐揚げは、痩せる。いや、太るだろ、入れだけ。ちょっとチキンナンバー弱すぎ。ちょっと待って。チキンナンバーいっちゃえ。え、ちょ、待って。ちょっと待って。俺がいるからってさ。お前がいるから。チキンナムか唐揚げどっちか削って。削る。唐揚げ削る。何番ならいい。じゃあこれで一旦もう一回通そう。一回 OK。じゃあ、ということで乾杯しますか。そう、ちゃんとメガって書いてある。じゃあ、ヤン、出来に深く。お帰り。でした。しゃあ。来たー。始まった。串何本頼んだんだ。 50 ぐらい頼んだ。このぐらいいってるよ。いってるよね、多分。でもお兄ちゃんも一応減量上げだからね。俺今決まってるよ。減量上げでしょ。だってどっちも減量上げだから。この後プロスクの生配信だから仕上げてからいけない。確かに、ちゃんと備えた。酒結構多めに入れるよ俺。お兄ちゃん酒担保いけ。ガンゼリ入れるよ。はい、おはようございます。俺ごま油見当たった。俺血が騒ぐんだよ。お兄ちゃんごま油でできてるもん、体。そうだ、俺血液じゃん。ごま油だもん。いただきます。ごま油が流れてるもんね。どう？キャベツ。しかもこれおかわり無料でしょ？はい、ここで来た。うんちくお兄ちゃん。ハゲのうんちく。ハゲの雑学。ハギチク来た。ハギチク。みなさん、カツとかの隣に、うん、だいたい千切りキャベツ置いてあるの分かります？はいはいはい。あれなんでか分かる？かさ増し？違う。キャベツって脂肪の吸収を抑えるんだよ。
だから必ずカツを盗まれるには絶対キャベツ置いてある、ね、あだからキャベツなんだ。それに油かけたらもうほぼ意味ないよね。そうプラマイゼロで。プラマイゼロ。はい、ありがとうございます。うまそうだ。白ネギ、あ、まあ、何かに乗せるらしいんだけど俺今後食べちゃう。ちょっと今絶対食べ方間違えただよね。だってさ、塩昆布かかってる。混ぜるってないから。多分乗せるんだよ、鳥、あの役所とかに。お兄ちゃん、鳥貴族は結構来てた。大学生の時にね、もう大体あの食べ放題があるんで、鳥貴族って。ああ、はいはい。3000円、当時800円とか、はい、3500円とかで飲み放題、食べ放題、はい。飲み会だよ。飲み会、鳥貴族は。鳥貴族はもう飲み会。あ、いや、そうなんだ。ひどかったよ。20杯とかも飲むわけよ。無法地帯だった、酒の。いやだよ、いろんな話があるわ。なかなかね、使えるか分かんない話がいっぱいあるもんね。はい、はい、ありがとうございます。うわでっかい、おつき、俺こんなおつきと思わなかった。確かにでかいね。タレが香ばしい香りさ、一皿でよかったね。俺ら二皿ずつ全部頼んでる。え、そうだからさ、お兄ちゃん事前さっき言われたばっかり店員さんに、俺ら一皿二本って全部これで来るってことでしょ。やばい、ミスったかもしれない。でもさ、でも一人一本お前がいる、俺が二本食うってことでしょ全部。そう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 いや、カナズカもいるから。確かに今日カナップもいるから。そう、ヤンは2本ずつ。そうバルクだから。バルク行こう。ラグジュアリーバルクだから。いやマジこれいただきます。通称ラグバル。ラグバル行きます。いただ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 きます。おいおいおい、俺が鳥貴族行っただけでレベル上がってるぞ。上げてきてるよね。うん、確実にクオリティ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 が上がってるよ。うまっ。え、うまいね。はい、ありがとうございます。でけんだよ。ベビッタじゃ見てこれ。いやだから、ま、原骨サイズあるよ。これしかも唐揚げも頼もうとしたからね最初。よしもやばいな。でお兄ちゃんが食べたいって言ったんだよ。熱くなってきた。いや俺もさ、俺悔しいんだよ。ちょ俺もうちょっと酒飲んでちょ気持ち悪くなるわ。もう来たストレートですよ。ちょさ、じゃお兄ちゃん、お兄ちゃんも食べなきゃいけないんだからね。分かってるよね。絶対最低でも1本食べてもらうからね。はい、ありがとうございます。ちょっとさ、お兄ちゃん待って、どんどん来るから。鳥貴族早いぞ。え、早くない？めっちゃ早い。提供スピード、桃子、あ、ブザーコブ、これ力コブでしょ。いただきます。力コブどう？お？お？桃より、うん、弾力ある感じ。なるほど。せせりと桃足して2で割ったような食感。なるほどね。よし、お兄ちゃん来ましたよ。とろろ、どれから行く？一旦何番行こう。ちょっと悔しいって話するよ。はい、そして。どういう？結局できんとか言って全然できんじゃなくて草、はい、ただの釣りじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。チキンラム。え、待って、カマジーが作ってる、これ。はい、カマジーが焼いてるでしょ、これ。すごいとんでもないスピードで来るよ。これすごいよ。カマジーのスピードだよ。早く食べて。お茶、いや、そうちゃん、おかしい。ちょっと待って。あ、無理だよ、もう。あ、はい、ありがとうございます。やばいやばいやばい。ちょっと待って。一緒にする？あ、いや。なに。これ？やばい。何番？何番来てる？え、てか、でかくないか？マヨネーズつけよう、ちゃんと。タルタルね。じゃあ、何番行きます。ズリ食いた。やばいっしょ、これ。はい。はい。鳥貴族やばいぞ。これスタンダードこの速さ。え、待って、意味が分からない。え、どういうこと？え、はい、え、どういうこと？待って、むしろまだ来るから、ちょっと待って。早く来る。じゃあ、ペース。じゃあ、力こぶ。力こぶ。力こぶ。おかしいよ。力こぶうまい。あれも美味しいやつ。弾力あるわ。うん、力こぶ。わかるよ、せせりとモモ足していいだったやろ、うん。はい、ありがとうございます。こう持ちながら行く？重なる重なる。それ多分せせりだ。やばい、せせり超レベル高い。レベル高い。いや、大きい、1個1個。いや、でかいよね。ちょっと舐めてたよね、鳥貴族。せせり、いただきます。柔らかい。うまっ。驚愕する柔らかさ。ちょっと歩くことで恐怖になってきた。店員が毎回ここ歩くんだけど、恐怖。絶対かまじいで作ってるの。スティックしかかまじいで焼いてるの。手絶対6本ある。手が2本しか人間が焼く速度じゃないってことだって。サバヤメンバーがさ、よく行く焼き鳥屋さんあるじゃん。うん、あそこもさ、まあまあまだ早い方じゃん。早い方じゃん。その5倍は早い。うん、5倍。で、ユンチョルが2本食わなきゃいけないのか。なるほどね。大丈夫。いける。お前100キロ目指してた。俺はお前の壁を越えてやる。なるほどね。ちょ、1回これ目指した方がいいよ、1回。いや、1回ちょっとカンポね。だから行ったじゃん。ね、本当にヤンがいける。じゃあ俺を過大評価しすぎなんだよ。お前すごいもん。俺お前1週間で4キロ増やしたの。俺人間だから。いや、お前はすごい。それをさ、だってお前これじゃあ満腹中枢働かないって。いや、いいけど、とりあえずあのルールはでもちゃんと徹底しよう。俺2本、みんな1本。そうだよ、だから1本食べてるよ、ちゃんと。オッケーオッケー。じゃあ貴族焼きでかいんだって。
うまい。スパイスうまい。あ、これスパイスね、うん。どうせ全部食べるんだから、どれからでもいいから、どんどん行けよ。オッケー。何言ってんだ、お前。じゃあ、桃行くか。うん、超うまい。スパイス行きたい、俺も。完食。俺もう、二口で串一本終わらせていくわ。これ、レバー行ったお兄ちゃん。あれ、内臓がダメなんだ。で、お兄ちゃん、ちょっとレバーちょっと苦手なんですよ。唯一今食べられたのレバー。キュウリ手で食べたけどさ、こういうのもさ、そういう行儀悪くて草って言われるから。え、言われるよ。キュウリダメ手。ダメだよ。いいじゃん。やっぱさ、やっぱサワヤンチャンネルやっぱ幅広い層が見てるからさ、ちっちゃい子たちの目標となるような存在にならないと。お兄ちゃんも。いやもうできんだからね。串は手で食べるわけじゃん。まあね。その流れだよ。同じ棒状のものじゃん。ヘリクツ兄貴だ。ヘリクツお兄ちゃん。ヘリクツお兄ちゃんだよ完全に。俺あと何食べてないか。これ貴族塩か。これ貴族焼きの塩です。うわ一緒やんほぼ。一緒とか言う。うわでも日本頼み間違いだ完全に。俺さすごいなと思ったの。事前にさ一つは2本って書いてあるのに全部2でいくから俺も気づかなかったけど。でもいけるよ。お前じゃあもっとペース上げろお前。お前マックチュース働くぞ。俺はいけるから。レバーうまいわ。目標はここに刺さらなくするまで。なるね。いやでも鳥貴族すごいな。クオリティ上がってるよ。大きさが上がってる串の。この大不況の中、いろんなものが確かに値段上がってる中、見えない企業努力でみんなが商品をちっちゃくしたりとか、原価を頑張って抑えて高く売ったりとかしてる中で、このでかいしうまいし。でしかもみんなこれ一応国産ですからね。ここでまたハゲのうんちく1個。出ました。まあ、ね、これは知ってると思うけど、うん、国産の闇に関する話。それ前もねお兄ちゃん実は動画で話言ってるよ。絶対言ってると思う。みんな覚えてるから。これどっかの動画で言ってる。ウィンで今褒めてんのにさ、そのうんちく出さない方がいい。そのうんちくやめよう。そのうんちくは気になる方は探してみてください。いろんな出禁動画その説明話してる。ってことでズリいきます。ズリはお前もうそれもう関西人の言い方なんだよ。つなぎもだよ、うん、ズリって書いてあった。だ鳥貴族大阪が本店ですから。あ、そっか。だからズリなんですよ。ちなみにズリもお兄ちゃんうんちくで出してる。はい、だからそれで俺はもうズリって。ズリってね。まあ、ズリで染みついちゃったんだよ、ね。そう。うんちくでちゃんと勉強してるから。東京の焼き鳥屋さんにズリくださいって言ったらお前ちょっと変な目で見られてる。ちょっとだるいなって。だるお前。関西のやろか。この顔で関西かこいつ。でも結構ゴール見えてきたくない？酒はすごいんだよな勢い。酒の勢いだけすごいんだよな。手羽は手羽。もう手羽これ取れてんじゃん。うまてば。とろろちょっと。もう行っていいじゃん。行くわ。とろろ行くわ。いただきます。うわ、これいいわ。これ間でここのそう言われるよ。ね、これしょうがないでしょこれ。これ言われる。これも言われるんだ。言われる。ダメやね。これダメ。テーブルマナーっていうのも、うん、他の人に見られなければ大丈夫。今150万人に見られてる。なめたい人とんでもない。俺の親指グッズのボタンお願いします。汚ねーこれ押したくなくなる。押したくなくなるよね。サマの親指なめたい人グッズのボタン。史上初の高評価ゼロ。ゼロ高評価3。ぼんじりじりぼんね。じりぼんぼんじりちょっと油あるからこれを乗せちゃいますよ、うん、なるほど。これいい、ね、上級者的にすごいすごいすごい。いただきます。ん？なんかあるよね。これ要はぼんじりをもうそのままいってるわ。これもうお尻こういう形なのぼんじりって。ちょっと細かいそういう軟骨みたいな入っちゃってる。リアルぼんじりってこと？これガチぼんじり。もうちょっと入っちゃってる。入っちゃってる。やめろまず。やばいみたいな悪いみたいな言い方するんだよ。入っちゃってるぼんじり。やめろ。入っちゃってるぼんじり。フェスは全然サボってんだよ、ね、一番フェスサボってるよ。フェスマジやばい。結構いってるよ。マジやばいお前。フェスのビジークリームで減量してるからね。どうしたの？でもまだ早い。減量はまだ増量でいい。まだまだまだ毎日ジム行ってるからね。エレさん本当にすごいっすよ。だってどんどんさ腕とか筋出てきてるほら。本当に顔つきが本当に変わった、うん、マジで艶がいい。前なんかさなんかかさぶたまみれだったよ顔が。まだ1ヶ月だけどだいぶ肌ツヤが、うん、マジすごいな。テカってるもん。いや皆さんね本当にジムはマジで行くと変わりますよ。いやでもカナスペ本当にすごいですよ。皆さん期待しておいてください。でしょ今回カナスペスの応援は俺とヤン2人で叫んでいったらもうとんでもないですよ。ダブルだよ。かさぶた剥がすぞーって剥がれてるさーってかさぶたがめちゃくちゃ剥がれてる。でも思うんだけどこれでカナスペ出て優勝するとしたら
いよいよお兄ちゃんまた優勝しないと。いや俺は出ない。ただし絶対優勝して出るから、ね、お兄ちゃんの尻上げるには1億ぐらい積まないともう動かないよ俺。優勝の流れを作っていくから、でも最後はお兄ちゃんが締める。お兄ちゃんもし100キロ行っちゃったら出るわ。あ逆にいいんだね。行っちゃったそれ100キロ乗っちゃったら俺はゲリラで測るけど大丈夫。体重計バッて今乗ってっつって、そこに100乗ってたらもう映像収めるからね、プライベートでも。100キロ乗っちゃったらちょっと反省としてね、ちょっと体重計持ち歩いてきます。僕皆さん期待しててください。もう絶対乗らない生活するから、ね。でもいいじゃん、そういうプレッシャーかけて。これが野源軟骨かな。うん、もう俺食べるもんないよ。なんだもうそれも食べてあげるよ、ラスト。ほんと残り全部やんだから、うん、バルクしないと。それいいのそれ。いや、そういうもんだよ。お前はいける、お前最強だもん。思ってないでしょ、もう。いや、ガチガチ作ってほしいですよ、ガチ本当に。絶対思ってないでしょ。お前ほんとっすよ、俺だって1日5000キロカロリー食いづらい。俺絶対無理やもん。昔からお前は食えたじゃん。俺は食えなかった。ほんとにでも、これいったらもうあと少しだね。ちょっとやだ、飲み足りね。くっそ悔しくなってきた。飲み足りないぜ。俺が食べる分お兄ちゃん結構飲まなきゃいけないですよ。じゃあ各ロックだろ。あいいね、しっしゃいけ。うわ、最終的に皆さん何本食べたかは予想してみてください。今ここに一応あるんだけど2人で、うん、まあ金田先生3人か。マジ5分で全部来ちゃうから。確かに。でも5分で40本ぐらい来ちゃうから。とんでもねえ。でもそれっていいことだよ。だって、まあ、今日はまあ3人とかだけどさ。はい、まあ、今日は3人とかで来たけどさ、まあ、4人とか5人とかさで飲みに来たらさ、聞いて、お前聞いて、あ聞いて聞いて、早いことに越したことはないじゃん。もはやだって、いやでもこれ残ってちょっと冷めちゃうじゃん。もう少しペースダウンしてもいいと思うよ。もうちょっとゆとり持って、もうちょっと、ね、順番にねみたいな。もうちょっとそうそう。ロックが水のようだ。この間の翌日にこの動画撮ってるけど、レイジーハウス、うん、すごい高評価の数だった。いや確かにとんでもないね。だって2時間で2万超えてたよ。うん、2時間で1万だって。お兄ちゃんその日に確定したからね。高速で確定したからね。今度から5万とかにするわ俺。デスターってやっぱ団結する。お前らの団結力怖いわちょっと。怖すぎるよ。恐怖だよもう。一瞬だったマジで。見た時さ、公開して40分でなぜか高評価 1.6 万とかで、どういうことってなって。どういうこと。もう行く。何あれ待って、今日何時投稿だったっけみたいな。だからもう連絡しないといけないから。そうだ、もう連絡しないといけない。ゲリラで行くことになるからね。確かに。さすがにあの高評価の数で本当に事前告知して行ったら多分混乱に陥るから。確かに確かに。いつ行くか分かりませんけども、うん、いつか行きます。いつかね、年内には行きたいね。年内どっかで降臨します。世界一接客態度悪いお兄ちゃんで、うん、マジで泣く人出てくると思うよ。結構詰めるよ俺。楽しみだな。結構飲んだよ俺、うん、これとでもこれまだ3杯だけでしょ。3杯目か。な、お兄ちゃんでちょっと回り始めてる。もうプロスピーモードになっていった。プロちゃん他の撮影忙しくてプロスピー育成が全然間に合わないんだよね。ガチャばっかり引かされてさ、いい選手すげえ集まってるさ、育成に手が回らないんだよ。まさに宝の持ち腐れ状態ですね。いやマジやばい。ちょっと誰かさ、俺雇おうかなと思ってる。代行。そう、俺がやれない、うん、本当に他の仕事もあってプロスピーできてない間、はい、育成してくれる人を月5万円とかで雇おうかなと思ってる。どう。そんないいのそれって。条件良くない。だってプロスピやってる時月5万円もらえるんだよ。やりたい人多そうだねそれ。プロスピ詳しい人じゃなきゃダメだよ。うん、ね、あ、だった、あ、だった。俺やろっか。ダメそれ。お前下手だ。いや俺ちゃんと条件設けるよ。例えばレベル400以上の人とか。あーマジか。その玄人の人で、その人アルバイト感覚でさ、俺のプロスピやるだけでさ月5万もらえたらさ。いやそれお兄ちゃん怒られるよ。いや、まあ、自分でさやっぱ育てない。やってるけど俺は。 でもさ動画見たいって人も多いじゃん。面白いよ。俺がやろうが誰かだろう同じだから結局は、うん、そうなんだ。そうなんだ。まあ、尖り始めていった。俺の仕事は視聴者喜ばせることだ。だってしかもいや結局ね、じゃあリアルタイム対戦とかオンライン対戦あるけど代行してたらその分下手になる。育成で上手くならないから。で俺はリアルタイム対戦やりたいけど、リアルタイム対戦やると育成はできないわけ。自分技術しか向上しないんだ。技術も向上させていかなきゃいけない。育成もしなきゃいけない。ガチャも引かなきゃいけない。間に合わないよ。酔ってきたら老害だ。いやそうだよ。完全に俺行ったよ。回ってきた。行って行った。回っ
ってきたねお兄ちゃんって言った直後に脳外ムーブ始まる。だいたいわかるんだよ。違うからだって歯向かってくるの。全然歯向かってないじゃん。背中押せよ俺。だからいいじゃん。だから対抗しようって言ったじゃん。行けよ。背中押せよ脳外ムーブ。もう一個ロックいくから。じゃあお兄ちゃんじゃあ串一個食べて。いやもう発想だね。すごいのあれ見て。串酒かすんじゃないよ。行こう。熱かった言ってるやばいよ。何だそれ最後これ。これいくわ。うわきつい。松竹梅特製豪快辛口。あーでしょか。出ないと思ったんだよ。純米辛口言ってもうやっぺ日本酒の香り。うわこれ回るよお兄ちゃん。うまいぜこれ。いやもうちょっと一口だけ、うん、一口だけ、ね、一口もいかない。いやお願いいやお願いマジでもう無理だ。口つけるだけでもいいじゃん。どんだけ飲んでほしい。いやじゃあちょっと共感したいじゃん。寂しいだろう老害は相手しなくてなくてから辛口だよ。私老害は寂しいんだよ。老害はな孤独にするんだよ。老害の二文字の裏には孤独の二文字が隠れてるんだよ。老害は孤独なんだよ。でも多分、ね、マジ寂しがりやで。多分ね、あの俺が老害ムーブかましてるじゃん。世の50代60代めっちゃ多分俺の気持ち分かってると思うよ。そうなの。世の50代60代の味方だと思って。そうなるの。みんな。なる。寂しいんだよ。どうなんだ。そうだ。いいじゃんいいじゃん。エリマでもいるしさ。円満じゃん。まあみんなもいるしね。距離置こうとするじゃんみんな。そういう感じるわけ。そこで孤独感を感じるわけ。それはいいじゃんか。だってこっちお酒飲みたくないんだから。これが老害なの。私老害だよ。これが老害なの。みんな多分結構やばいよ。一見みんなといると思って楽しむけど、いざその会が終わって一人帰るじゃん。その時に後悔がずっと続くわけ。老害はだってお兄ちゃん強要してるわけでしょ飲めって。でそれで断られたらは寂しい。そうでそれで飲むじゃん。で、まあ、この人めんどくさかったなって思われてんだろうなっていう気持ちで帰るの老害は。でそれ悲しむわけ老害は。なんであんなこと言っちゃったんだろう。でも言い出す止まらないんだ老害は。これ老害なんだ。だから老害なんだ。自分で分かってるだけよかった。そうでもさ老害系 YouTuber っていなかったんだよ。でもいい新しいジャンル大丈夫誕生しなくていい。いらないから その枠いらない。老害系誰もいい。もうマジでいらない。そろそろ出るはずだったけどいないよね。いや待ってこれいらないっつったらまた寂しくなっちゃう。寂しがりだそれダメだ。自分自身が否定されてる感じがして。人格否定されてるってなるから言っちゃいけなかった。一人ぐらいいていいんじゃないの。老害とタグでいろんなのできるよ。老害と運動会してみるとか。まだ老害じゃない。見た目が老害じゃないからダメなんだよ。ああなるほどね。やっぱ頑張るわ。年取るわ。もっと年取らないと。もっと白髪にしてそれスキンヘッドとかスキンヘッドでヒゲ上げる。頑張ればなんかもっとだらしないヒゲでも剃らずにでスキンヘッドにそれもな違うよそれ。老害は一見清潔綺麗に見えてんだけど話してみたらこういう人ガチヤバいなっていうのが老害だよ。いつまで老害の話してんだよマジで。取り傷の話全然しないで。老害投げんだよ本当に。いや老害だもん。老害は多いんだよ最近。あのサワヤンチームの中で話題なことが一個ありまして、ヤンの鼻息がマジでヤバすぎるっていう件について。これ動画で初で言ってるよ。言ってるの。体重測定の日最終結果発表の時にもうお兄ちゃん言ってる。もうね本当にヤバくて、2人でタクシー乗った時があって、ヤンが隣で携帯いじりながら座ってたんだけど、俺最初タクシーの空調かと思ったもん。じゃあお兄ちゃんさ言ってんだって。前回の全部まんま。それも言ってる。全部言ってる。嘘でしょ。ガチ老害者。老害なんだよ。行き着くのがそこなの。全部同じこと言ってる。使ってる使ってる。あの駅荒いんすよって。この前タクシー乗った時にいいっつって。いいけど流してもいいんだけど。俺が毎回リアクション取ってあげてもいいんだけど。証明されし老害じゃん。そうだよ。うわそっか。そうなんだよ。マジか。言ってたかな。言ってる。深刻な問題。深刻だな。でこれでラストだ。これで完食です。うまい。いった。じゃあヤン、何本食べたと思う。いやこれはマジでヤバいわ。行き過ぎだわ。じゃあヤンで予想40ぐらいだね。55 52。うわ52。3人で52本。おかしい。いやマジで食った。多分ユンチョルが多分25ぐらいってことで、ごちそうさまでした。じゃあお会計して外でエンディング撮りましょう。シャッシャッ。はい、ということで
ごちそうさまでした。ええ、いやこれはなくなったんじゃないか、完全に。なくなってるよ。貴族になりました。見えない見えない。完全に取り貴族を貴族にすることができました。おかげさまで。屈伸52。52だね。52はね、だいぶね、呼吸苦しい。いや、もう、機関車モード入ってる、呼吸。お兄ちゃんも最後の豪快で、だいぶ、ちょっとやってるわ、今。お兄ちゃんに関しては、もう、ただのベロ酔いだ。本当に。ブラーン。もう、一人だけベクトル変わってたから、途中から。でさしゃ。まあ、てことで、まあ、今回もね、今、無事にね、まあ、デキンが完了したということで。過去一デキンだったじゃん。今回、過去一デキン。ちゃんと、長までできないよ、このムーブは。これじゃできんじゃねえだろうみたいなこと言ってくる、これはできんだよ。デスターもさすがにこれは、あ、サワヤン今回はいいできんムーブだったぞって。店員さんなんて安堵の表情だったの。うわ、やっと帰った、よかった。あぶねえ、あぶ、鳥なくなりかけた、怖ってなってるの。これはね、もう高評価、押すしかないんじゃないでしょうか。皆さんありがとうございます。まだまだサワヤンね、できんムーブですかまし続けますので、まだ他にも行ってほしいお店ありましたら、ガンガンコメント欄までよろしくお願いいたします。いや、サーティワンのアイス31個全部食い切るまで終わりますね。そこお兄ちゃんめっちゃいけそうじゃない。無理だよ、糖尿まっしぐらだよ。まあそれはちょっと視野に入れつつ、またちょっとコンディション整えて、やっていきましょうということで、改めましてグッズボタン、チャンネル登録、そして通知オンのボタン忘れずによろしくお願いいたします。あーダメだ、あーモザイクかかりました今。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バー